はい、どうもひこまです。縁側の駅弁が有名なんですけど、それに似たものがミニストップに合うということで行ってみたいと思います。まあ駅弁の方を食べてからミニストップ食べた方がいいと思うんですけどね、なかなか駅弁を食べる機会がないので先にミニストップです。値段的にはね、ミニストップの方が半値に近いです。量がちょっと分かんないんですけど、まあ、量が少なくてもね、2つ買ってもいいぐらいの値段です。まあ問題は味ですよね。魚なんで生臭さが気になるとこです。コンビニのお寿司っていうのはどうもね、いいイメージがないです。からびた感じで。ただミニストップはね、ちょっと違うんでやってくれるんじゃないかなと思います。では一路ミニストップへ。前方に数少ないミニストップありました。ミニストップ自体のね、数が多くないので辛いとこです。売っていたとしてもね、売り切れてないかどうかが心配です。ネットで話題になっていたんでね。そして時間はちょうどね、お昼前です。ミニストップ発見です。ティディディティディディティディディ、果たしてあるのか。ではいざ店内行きます。果たしてあるのだろうか。今はね、縁側じゃなくてエビみたいですね。そんなことがツイッターでつぶやかれてました。まあ、いきなり縁側はね、生臭さがちょっと気になるところだったんで、エビで良いでしょう。まあエビも生臭さあったら嫌ですけど、とりあえず生もんなんでね、急いで公園行って食べたいと思います。食べるとこ空いてるかな。なるべくいい感じのところで食べたい。時刻は12時ちょっと過ぎ。かなりのランチタイムです。テーブル席がいいんですけどね、そんな場所空いてないかもしんない。いや空いてるぞ、あそこにしよう。残念、人がいた。しょうがない、奥の手であそこにしよう。あそこいい感じ。よいしょ、よし、あそこだ、あそこを取れ。あそこの目の前のテーブル席を。よし、確保です。というわけで天然赤エビです。2つ残っていました。で、量なんですけど申し分なしですね。これ2つ食べたらね、もうお腹いっぱいです。1つだとちょうどいい感じかもしれないです。天然赤エビ押し寿司、ひらがなでも書いてあります。値段は税込み645円です。いいお値段です。そして消費期限が2024年の4月23日午前7時、3日後です。あ、押し寿司なんでちょっとは日持ちするんですね。で、入ってるものはこんな感じ。酢飯、アルゼンチン赤エビ、小袋醤油、レモン、小袋わさび、至って普通です。非常に悪くない。これ冷蔵保存だよね。要冷蔵10度以下。こうなんか笹の葉とかあるといいんですけどね。まあそうすると高くなっちゃうかな。こうやってね、紙に巻かれてるようですが、がっちりシールです。さすがコンビニ飯です。オープンザセサミ、じゃじゃーん。うまそうだ。このレモンがいい。生わさびと醤油。さてこれどうやって食べようか。醤油バーってかける感じかな。そうそう、ちゃんと箸も持ってきました。片方がセルフレジで一瞬分かんなかったっす。はっと思って気づきました。一応ね、箸も用意しておきましょう。どうやって食べようか。ちょっとね、匂いを嗅いでみます。生臭さは感じないです。でもね、サクッと醤油をかけます。本当は小皿があるといいんですけどね。中途半端に残すとね、バッグの中でこぼれるので全部かけちゃいます。まんべんなく。 OK、 こんなもんでいいでしょう。で、わさびをつけます。わさびどうする。こんな感じでいくか。ちょっとこれね、一つ食べてみます。そしてね、多いお茶も用意しました。なんとなくいい組み合わせかなと思って、とりあえずお茶を飲んでいく。お寿司に合いそうだ。まあ私はコーラで舞うんですけどね。ではいきます。あ、これどうなの、切れてないんだ。これはちょっと厄介ですね。ではいただきます。特別うまいって感じでもないですけど、エビの味は十分感じます。ちょっとレモンつけます。なんだろう、噛むなく深むなくっていう感じです。ただコンビニの押し寿司としてはよくやってるんじゃないかなと思います。
わさびを効かせた方がうまいです。お茶持ってきてよかった。まあなんつうんだろうな、まあ、しっかりしたエビですからね、これでいいんじゃないでしょうか。切れていて欲しかったなってところもありますけどね。駅弁もねこれぐらいのクオリティだと思いますよ。これは綺麗に切れてますね。なんだろう、一応切れてんのかな、切れてるような感じはある。くっついちゃってるのかもしれない。ではこれ一口でいっちゃいます。まあこんな味かなという感じです。危惧していた生臭さはないです。あ、切れてますね。箸でねこう切るとうまい具合に取れます。こんな感じで綺麗に食べれます。お茶を飲んでいく。サクッと切れます。こっちの方ちゃんと切れたかな、今となってはもうわからない。では最後一口でいっちゃいます。ごちそうさまでした。まあこんなもんでしょうという感じです。悪くはなかったです。それだけでも十分かなと思います。エビでこれだと縁側がねどれぐらいのクオリティなのか楽しみです。もしかしたらもうこれに変わっちゃったのかもしれないですけど、サバ寿司もあったそうなんですよね。まあ私はサバは苦手なんですけどね、ちょっと食べてみたい気がします。というわけでミニストップの天然赤エビ押し寿司でした。コンビニ寿司の割には美味しかったです。